回だし。はい。じゃあ、今日もやっていきましょう。ボケダンソラー、行くぜ、おい。やることがない。マナフィー見送りした後やもんね。特に何すればいいっていう目的もなく、ただただ依頼を受けるだけの人生になってきたよね。もしかしたらこの海岸の洞窟の奥にマナフィーが待ってるかもしれん。どっけバカ野郎がよ、こっちはマナフィー探しとんねん。バカ野郎が邪魔すんじゃねえ。初期ダンジョンやろうが何やろうがお前全力でぶっ潰す。会いに来たぜマナフィー。何したらいいんやろう。こっから俺は何すればいいんだろう。ゼロの島挑んでみます。どこが一番楽なんやろうな。ゼロの島に関して詳しく知らないからちょっとあれなんだけど、挑んでみてもいいんじゃないかな。北部ゼロの島北部にはある特性がある。敵ポケモンを倒しても経験値が入りません。あー、北部は敵が経験値入らない。東部トレジャーパックの中の17個目以降の動画がなくなり、レベルも一時的に、あー、なるほどなるほどなるほど。16個だけアイテム持っていけてレベル1から始まるのがゼロの島東部。西部は全てなくなり、ああなるほど。もう西部に関しては道具がゼロから、道具レベルもゼロからって感じは。南部は持っているお金とトレジャーパックの道具は全てなくなり、リーダー1匹だけでレベルも一時的に、ああじゃあ西部と南部は同じ。これ一回じゃあ東部やったっけ。北部から行ってみるか。北部は別にそんな厳しくないよね。経験値入らんだけやもんね。ちょっと北部行ってみるか。ゼロの島チャレンジしていかんとね。まあ経験値ゼロなだけやろうから一番楽なんかもしれんね。まあ子供の頃こういうさ、なんか特性があるからさ、ゼロの島には挑まなかったけど。あさすがにあれかな、ゼロの島は調べてやった方が良さそうやね。なんか、とんでもなくレベルが高い気がする。ちょっとこれは90はやめとこう。そんな手持ちも持ってきてなかったし。ピクニック感覚で行ったし。うんうん。もう次は調べてちゃんと行こう。行くときは。いやー、しんどそうやな、なんか。めちゃくちゃ大変そうやわ。頑張れ、山田。これずっと気になっとったけどさ、依頼リストのハテナハテナハテナってあるじゃないですか。これ受けてみるか。何もらえるやろな。エレキ平原です。依頼見てみるかよ。これ子供のブビーがいなくなって心配してます。炎の好きな明るい子です。もうこれ創作願いやん。流しとけよ。俺が炎の好きなブビーを。炎の好きなブビーって危ねえな。なんか失火罪で捕まりそうやな。待てブビー、お前か。炎が好きなブビーとはお前のことか。お前母ちゃんが探しとったぞ。なんとあーなるほどね、仲間に入れてほしいんだ。おーお前何ができる。靴を舐めれるか。だったらいいだろう。海岸の依頼、海岸のここの依頼こなしに来たけど、いきなりリオルがかましていったな。やるなリオル。俺も油断せずにこいつには種マシンが打つよ。え？お、来た。やっとイベント来た。キャー、信じられませんわ。本物でゲス。なんだなんだ、サインか、まあ、確かにちょっと人気キャラたちやけど。あのポケモンたちは誰なの？はっ、お前はまたなんて失礼なことが。確かにな。いや、まだもうちょっとね、聞こえないところで言いなさい、ほんと。あの方々は超有名なトレジャーハンター、チャームズ。
特別なチームにしか与えられないというマスターランクのトレジャーハンターを。今まで数えきれないほどのお宝を発見し、チャームズ。しかもただお宝を発見するだけではない。強く賢く美しく、華麗にお宝をゲットするその姿はみんなの憧れの的。なるほどね。キャッツアイみたいなもんや。真ん中にいるのがゴージャスな方がミミロップ。おしとやかな方がサーナイト。はいはい。最後がチャーレム様。踊るような身のこなしが超かっこいい。チャーレムだけ見た目は褒められてないな。しかし、その有名なチャームズがどうしてこんなところに。いや！あー、プクリン。お、知り合いか。顔広いな、プクリンマジで。顔面が広いわ。いやだ、プクリン全然変わってないわね。元気だって。嫌な言われようやな。ギルドの親方になったなんてすごいじゃん。お久しぶりね、プクリン。どういう出会いやったよな。みんな元気だった？かっけえな、プクリン。あのチャームスとお知り合い。プクリンってさ、昔はブイブイはしたよね。そうなんだ。今はどうなのさ。あの頃のプクリンは向かうとこ敵なしって感じで。はっはっは。一歩通過の話が。友達だよ。昔の友達、今はどうなんだよ。昔からのって言ってもいい。昔一緒に冒険してた仲なの。へぇ。さすがプクリン。で、今日はみんな何しに来たの？今日は大事な用があってここに来たわ。昔一緒に探検をした時、使い道のわからない鍵を見つけたのを覚えてませんか？その鍵の使い道が最近ようやくわかったわ。この前、あたいたちの発見した万人の洞窟ってとこの入り口の鍵が。穴にぴったり。しかもその洞窟には莫大な財宝が眠ってるっていう一切。びっくりする！びっくりする！これちょっと、チャンネル登録の表記、なくしたんだな。びっくりしたんだけど。なるほどね。莫大な財宝か。嫌いじゃないね。その、こと。言葉。はい。鍵。どんな鍵だっけ？覚えてないや。マジかよ。あんなに苦労して見つけた影なんて忘れたってのかい。さすがプクリン、昔と全然変わってないですね。例のものを。あなたにプレゼント。大好物の世界一。なんかあれやな。食べ物で釣る感じやな。マジかよ。これ一個で、怪獣できんの？プクリンって。俺も世界一持っとこうかな。あの鍵だよね。アンノーンの形した。アンノーンの形の鍵。やばい、大丈夫か、あいつ。大丈夫か。キッチンのシンク開けた時のお玉掛けんとこが崩れたんちゃうか？大丈夫？そう、まさしくこの鍵。お、マジで？ちょっとください、その鍵。行く気ないな。じゃあ私たちそろそろ行くわ。またね、プクリン。どうした山田。山田、勇気のセリフ。僕たちも探検に、お前、ポジティブやな、お前。おい。ポジティブやな。なんか、すげえな、お前。ずずしいな。でも俺もそうしたいな。わしも僕も、いやいや、お前らな、最初の一声が大事なのに、そっから乗るってやつないぞ、お前。最初の山田の一言の勇気を叩いて山田だけが行くべきや、これは。俺はいかんけど。探検したい、もちろん。どうかお願いします。僕たちも。そうだね。みんな一生懸命で可愛いわね。もちろん、よろしくてよ。おお、優しいミミロプさん。いいね。まあ、莫大な財宝なわけやからね、山分けするぐらいの余裕あるやろな。ありがとうございます。万人の洞窟行くか。いいね、久しぶりにみんなで。と、探検ですか。盛り上がってきたね。いや、いいね。遠征以来じゃないですか？万人の洞窟。大丈夫、ゴーレムとかいない？楽しみやね、みんな。憧れのチャームズさんと探検です。あんたやるわねって褒められたりとか、キャー可愛いとかって言われたら、ポッ。お前はな、だからそういう風にな、上から物を、こう、褒められることだけを目的に、頑張ろうとするその姿、嫌いじゃないよ。行きましょう、万人の洞窟。果たして誰が万人として待つのか。
万人の洞窟。お、墓石がいきなりあるけどこれ大丈夫か。来たわね。ここが万人の洞窟。大丈夫、いきなりなんかすごい人死んないよこれ。この先は今まで誰も入ったことない未知の世界。どんな謎が待ち受けてるか考えるだけでワクワク。ねえ、楽しみやな。きっと何か仕掛けがあるのに違いない。よし、じゃあ行くか。他のみんなにはもう聞いたんだけど、君たちのチーム名。どうも、ピザポテトです。世界救っちゃった。なかなかいい。でしょ?マジで。なかなか褒められないですよね。いい名前って言われた。嬉しいな。ミミロップさんだけあれね。なんかドアップやね。あしらも行くでです。へへへい言うと思ったわ、お前。あ。大丈夫か、あいつ。一番怖いな。はい、目を閉じてみよう。え?どういうこと?これなんて書いてあるの?愛。ええ。いい。アイスか。アイエスや、今の。アイスって書いてあるな。どういう意味なんやろ?わん!どういう意味なんでしょうかね、ほんとにね。レジアイスが待ってんのかな言っちゃったよ。察しはできるわな。あ、なるほど。アンノンだけなんだ。いるのは。瓦割っていくか。いいの石。あ、なるほど、なるほど。いきますか。なんか、いいとかいっぱいいるな。この階にはいいしかいないみたいな感じな感じですかね。これ飲んじゃえ。あ、いいね。まあそういうのは最初今飲めばよかったしかも山あラッキー関係ねえんだよ。 PP の罠なんてよ、バカがよ。あんなとこに作りやがって。よし行こう。おそらく責任の鍵が握ってる。目を落としても何も起こらないってきっと何か見落としてるわね。はいはいはい。これ以上進めないってことか。この形の石を手に入れてるんだ。なるほど。わかったわ。要は I とあと S の安納の石を手に入れて、あそこの前で目を閉じるんだ。察しがよろしいことや。オッケー、行きますか。アンノーン倒しまくろうぜ。アンノーンがさっきからいないんだよね。あ、いた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 。こいつは何 ?R か。こいつ何なんやろうな。何形がわかんねえ。いた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 。2匹もいらない。1匹で十分。来た。石オッケー。金色のグミもあるな。いらんのバッチ締めやな、これ。今のとこ手に入れた石が、あと愛だね。愛の石が欲しいわ。やめろよ。あ、あいつ愛じゃない?愛だ、愛だ、愛だ。愛がいる。やめろやめろ、愛の石やべえ、あいつ。山田に80ダメージも食らわした。やめろ、バカ、誰?お前の目ぶっ潰してやるよ。石を落とせ、石を、お前。仲間になる必要はない。愛がいない、愛が。ちょ、安納の愛がいない。愛がいっぱい、愛カップがいないよ、ちょっと。いらない、いらない、もうお前は。散々見た。あ、あ、いいんじゃん、いいんじゃん、いいんじゃん。下にいいんじゃん、それ。じゃあこいつビックリマークや。関係ねえ。ビックリマークは必要ねえんだよ。どっちか、あい。来い。あ、来た来た来た。頼むぞ、お前。落としてくれよ。お前の愛が必要なんだ。愛で世界を救う。ダメだ。愛、仕事しろや、バカ。これ愛かな?
左モンスターハウス臭くね？鍵あるしか。愛じゃない。ああ、モンスターハウスじゃない。え、鍵があるんだけど、これ。鍵ってめっちゃレアじゃなかった？とりあえず今は愛の石が欲しいんだよな。あ、来た来た来た、愛だ愛だ愛だ。頼む、お前。頼む、落とせ。頼む、お前。石を落とせ、バカ、お前は。あー、いた、違う。愛風。あ、愛が2匹おる、愛が2匹おる、愛が2匹いる。来たぞ、来たぞ、みんな。今、愛が2匹います。あるある、これあるぞ、愛が2匹おるぞ。いい、仲間とかいらねえ。石を落とせ、バカ。石落とせ、バカ。ちょっと待って、おかしくないか？全然落とさんぞ、石。愛風がおる。え、ちょっと待って、愛をあんなに倒してんのに、俺。はい、だい、ちょ、待て待て、お前待て、お前待て。ちょ、待て。あれ、どこ行った？お前、愛だな。来た、よし。来い、お前。落とせ！え、全然石落とさねえ。え、なんでこんな石落とさんの？あー、愛が2匹おる、愛が2匹おる。あー、なんちゅうことすんねん、あいつ、クソが。クソが、あいつ。でも、こいつ、種で持ってたってことは、え？種持ってたけど石あんの？どういう、あ、お前返せよ、バカ。返せよ、お前それ。ようやく手に入ったな、愛の石。愛の石、拾い忘れた。え？普通にズバッといるんだけど、え？普通にズバッとがいるんだけど、これ何？え？ただのズバッといたんだけど、あいつは何？あ、ゴルバットもいる。なんのあいつだ、ほんと。よし、これでいけるでしょ。多分、I、S、E のこの。あ、I、C か、これ。S じゃねえな。お、来たー。ほら、見ろ。オッケー。レジアイスの間だろうな。これより先に進めたければその力を我に示せ。いや、俺ら得意だよ。俺らめちゃめちゃ降臨強いからね。電光石火るよ、まずで一回下がるよ。でどうしようか。眠れ！いや、まだ、いや、まだ、違う違う、いや、まだ、お前、お前は、お前は、噴煙か火炎放射とか、お前は。変わらわり。ここはでも、ほんと、あれだね。ナイス、ナイス、エマくん。いいエマくんよ、それ。俺たちは強くなりすぎた！オッケー、レジアイス。お、レジアイスの、何？不思議な光が俺を包み込まれていく。あー、にゃぎん。イエーイ、不思議な力に包み込まれてます。はいはいはい、次はなんだ？なかなかやるわね。でしょ？ちょっと後から来ないでもらいます。俺らがレジアイス戦ったんだけど。